皆様こんにちは、ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2023年11月23日木曜日になります。私は今日はお家からこの動画を撮影しています。サムネイルに示したように、私ちょっと今回がんになってしまいまして、なかなか、踏ん切りがつかなくて、今日まで伸ばし伸ばしにしてしまいましたが、以前ですね、私が2年前に、両足の股関節を、手術した際の動画を見て、同じ、苦しみに、耐えていた人たちから、とても参考になったよって、私も、同じように手術頑張りますっていう形で、今でもコメントをいただいておりますので、今回私が患っている、がんに対しても同じように、お役に立てればなという気持ちから、動画を撮影してみようと思います。私自身、他の人と一緒なわけではありませんので、参考になるかどうかは別にして、私の一個人の体験をこれから動画に撮影していきたいと思います。ちょっとここまで踏ん切りがつかなくて、なかなか動画が撮影できませんでしたが、またいざ撮るとなるとまたちょっと気持ちが揺れています。お見苦しい点は、ご了承ください。今回の、がんが、見つかるまでの経緯を今回お話しして、そして、実際にどのような、処置をするのか、また、実際にその検査をした時にがんがどのぐらいの大きさだったかっていうのを撮影させていただいたので、それは一番最後に閲覧注意という形で、見たくない方もいらっしゃると思いますので、お流ししようと思っております。私のがんは、11月に宣告されました。体調の変化は8月ぐらいからありましたが、がんの種類は子宮がんです。通常ですね、子宮がんの検査というのは子宮頸がんという検査が普通になっています。私自身この4月にも子宮がんの検査をしました。子宮頸がんの検査をしました。でも何の異常もなかったわけです。今回見つかったのは子宮の中でも子宮頸がんではなくて子宮体がんというものでした。子宮体がんというのは、子宮内部ですね、完全に子宮の内部のところにできるがんで、通常検査が義務付けられていないがんになります。なので、今回子宮体がんと言われた時にとてもびっくりしました。4月に検査したばっかりなのにっていうのが、一番最初に思ったところです。そこにたどり着くまでの経過をこれからお話ししてみたいと思います。8月ぐらいから少しなんか体調に変化があって、なんとなく体の調子が悪いかなとは思っていたんですけれども、仕事の方が、夏から秋にかけて、結構忙しいことが多くて、でなかなか、病院に行くこともできなかったし、これといった症状があまりなかったので、ただ疲労が蓄積したのかなと思っていました。で、ただ仕事の最中に、なかなか、ふんあのなんていうのかな仕事の、終わりまで、ここまで終わってからトイレに行こう、ここまで終わったらトイレに行こうという形で、トイレを、なかなか頻繁に行くことができなくて、我慢することがあったので、膀胱炎になったのかなと思ったのが最初の感覚でした。で、膀胱炎だったら水分をたくさん取って、どんどん流してしまえばいいんだからと思って、9月10月過ごしていったんですけれども、血尿が出るような形になって、でちょっと出血するのおかしいなって思いまして、膀胱の検査からまずしていただきました。で、膀胱の方はもうありとあらゆる検査、泌尿器科でできうる検査をすべてしていただきました。でも何の問題も発見されなかったんです。
ただ病院側としても4月に子宮体がん、子宮頸がんの検査をしているので、婦人科ではないと思うけど一応子宮を見てもらった方がいいかなという形で言われて再度婦人科にかかることにしました。で、子宮体がんが見つかったわけです。内診をした時に先生からちょっとこれ危ないかなって言われて、で細胞を取っていただきました。ものすごく痛い検査なんですね。だから子宮体がんというのは痛みが伴うので通常義務付けされていない、義務付けされていないということも聞きますが、本当に痛い細胞を、採取しました。で、その細胞が異変があった場合MRI という検査をするというのが通常らしいんですが、先生が、これはちょっともう初めからやってみようということで、細胞の検査の結果が出る前に同時並行で MRI の検査を造影剤を入れて行いました。その検査の結果が出たのが、今月の13日になります。で、先生から子宮体がんですねという形で言われました。でもうこれは手術しかないということだったわけです。で、次回ですね、他の検査もしながら、肺に転移がないかを確認して、そして、夫と二人で、手術のことに関して聞きに来てくださいというふうに言われて、11月21日の日に夫と二人で婦人科にかかりました。幸運なことに肺への転移は認められませんでした。ただ、映像で見た限りはちょっと、がんの大きさが大きいなと思いました。ただ、他の、がんに比べて、子宮がんの場合は先生がおっしゃるには大きさは関係ないんだよ、関係ないですよ、この大きさよりも子宮の中にとどまっているか、子宮の、膜に入っていってしまっているか、あるいは子宮の外まで広がっているか、そこが一番大事なところなんだよって言われました。手術的に私は今、最先端の医療でお腹を切らずに、内視鏡みたいな形で取れる方法があるというのはネットで検索していましたので、その検査はできません、その手術ができませんかという形で先生にお話を聞きましたが、もう直美さんの場合は、その検査、その細胞の、全部摘出するのは、そういった、検査では手術ではできませんということで、私の場合は溝落ちから約溝落ちのあたりから恥骨までの縦に広範囲に切って、そして子宮と卵管と、卵巣とそれをすべて取り除いて、それだけではなくて、骨盤内の、リンパ節あるいは溝落ちの方に至る上の方のリンパ節もすべてできる限り広範囲に取って、やる手術じゃないけどできませんという形で言われました。その取ったものを今度はまた細胞検査をして、そしてがんのステージが決まるというふうに言われました。ただ、その、リンパに含まれているかどうかということを、分かった後にやることではなくて、もう退院をして手術をして退院をした後は即、抗がん剤治療に入るというふうにも言われました。私は手術をして中を取ったら大丈夫なのかな、リンパに含まれてなかったらそこまでしなくていいのかなというふうに思っていましたが、先生がおっしゃるにはもう私の場合はもちろん全部を取って検査はするけれども、その結果に関係なく抗がん剤治療が必要になるというふうに言われました。その抗がん剤治療は3週間ごとに6サイクル行うということです。これはもう決まっています。で、その際に先生が髪の毛は抜けるよ、それは了承してねっていうふうに言われました。髪の毛が抜けることは、女性として、やっぱり微妙な部分はありますが、でも、
私はそれでも構わないなって思っています。実際にどのような形で髪の毛が抜けるのかも想像もつきませんし、自分がその6サイクルやる間体調がどのように持つのか、変化するのかというのも全く想像もつきません。私の同じ病気の人の、抗がん剤をして手術をして抗がん剤をしたという経験が周りには私の周りにはいないから聞くこともできません。わからないし、それは個々の違いもあると思いますので、みんながみんな同じ形ではないと思います。なのであくまでも私の、一例として、入院してから手術して、どんな感じになっているのか、あるいは、抗がん剤治療をしている、行くときにどういう状態になっていたかというのも一つの記録として、動画で配信したいなというふうに思っています。なかなかちょっとうまく伝えられたかどうか分かりませんけど、今が、そんな状況です。で、今の症状としては、特段、痛みがあることもないです。でただただ、疲れやすいなと思うところ、これはちょっと病は気からなのかもしれませんけど、あと、ここ半年以上、食べ物の好みが少し変わったかな。昔はそうでもなかったんですけれども、脂っこいものが非常に苦手になりました。そのぐらいかな。あとは、時々、出血するということがあります。なので、その程度ですね。なので今はどちらかというと左膝の、半月板損傷の方が負担にはなっておりますが、そんな感じです。で手術は、来月に入って12月の5日に入院をして、6日に手術になります。で、その時には、夫は来ることができません。病院の方から指定されていて、お家で待機してくださいということなので、手術は約8時間以上になるとのことです。で8時間手術をした後、夫の方に、電話で連絡があるというふうに聞いています。なので私はただ、病院の先生にお願いして全身麻酔のもと8時間眠っている間に全ての処置が終わるという感じなので、私自身恐怖感は全くありません。ただ、手術なので、いろんな細胞を傷つけてしまう可能性もありますとか、臓器ですね、膀胱とか腸とかいろんなところを傷つけてしまう、神経を傷つけてしまう可能性はゼロじゃありませんということも言われましたので、それはもうしょうがないですよね。先生は私を生かそうと思って頑張ってくださるので、それに関しては何にも言うことはありません。そういう感じですかね。今のところそんな感じです。で、ここのところですね、キャンピングカーで出歩くこともできませんでしたし、それにはちょっとキャンピングカー今手元にないということがあって、9月の頭から現在に至るまでキャンピングカーは、里帰り中で LT キャンパーズさんの方に預けてあります。それは、手術前に取りに行けるのか、私が手術している最中、手術入院中ですねに夫が取りに行く形になるのかちょっと分かりませんが、今後はですね、少し動ける時が来たら、2人で、感染に気をつけながら、旅をしてみたいなというふうには思っています。ただ、大勢の中に入っていくことはやっぱり、感染が怖いのでなかなかしにくいかなと思います。放射線治療のこともありますので、今後はそれに気をつけながらも、少しずつ行動範囲を広げていけたらなというふうには思っています。そんなところですね。で、今私が言えるのはこのぐらいかなと思います。で、最後の最後に、ここまで見ていただいたことに感謝いたします。で、これから先、閲覧注意という形で、私の、MRI の映像を、お見せしたいと思います。ちょっと大きいのでびっくりされる方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでも大きさは関係ないということですので、私自身は気にしていません。
今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ごめんなさい、泣かないつもりでしたけど、ありがとうございました。